パンドラと名付けられた謎の箱をめぐり、かつて自分を洗脳し利用した裏社会の組織シャドルが暗躍し始めたことを知ったキタヌキ。しかし他国の手前、彼女の属する英国諜報部は表立って動くことができなかった。そんなある日、彼女のもとに一本の電話が入る。もしもし、キャミー、私よ。それは同じくシャドルを追い続ける ICPO 捜査官チュンリーからの協力要請だった。チュンリーはシャドルに加え、三島財閥も不穏な動きを見せ始めていることを察知していた。二人はシャドルと三島財閥による被害者をこれ以上出さないために協力して捜査を始める。決してあいつらの思う通りにはさせないわ。必ず尻尾を掴んでいる。